はい、こんにちは、ウッタムです。今日のウッタムニュース、1月15日をお伝えします。一つ目は、まさっくいえ、違いますね、13日のニュースでした。ハーフポストより、スペース X 従業員10%のリストラを発表、対象約6000人とのことです。スペース X、これを聞いたことはある方がたくさんいると思います。 それは ZOZO の前澤さんが宇宙旅行に行くために使うスペースシャトルを作っている会社ですね。その旅行プロジェクトにおいて、幾額の費用が必要のために従業員の10%である6000人をリストアさせるという話です。すごいたくさんの数ですね。儲かっているように思える ところでもこれほどのリストラをするのは少しびっくりでした。スペース X の広報担当者よりこのようなコメントがありました。顧客のニーズに継続して対応し、惑星間を移動する宇宙船や宇宙でのインターネットの開発で成功を収めるため、スペース X はより引き締まった企業にならなければならない。どちらのプロジェクト、たとえ個別に取り組みが行われてたとしても、 これまでにもいくつかの組織を波山に追い込んできた。私たちは彼らが達成したすべてのことと、スペース X の使命へのコミットメントに深く感謝する。これは今後待ち受ける途方もない難題のために行われるものであり、そうでなければ必要なかっただろうとのことです。このような使命のためにリストラに会うという。 ですね、もちろんリストラというのは誰も望んでいませんが、まあ、スペース X で働いていた人たちはとても能力が高い人たちでしょう。職もちろん会社に依存するというのも少しあれですが人として働く者として自分の価値を高めておいておくこと。 自分で商品を作り販売していけるそれらのそのへの力があればどこの会社にいてももしくは自分で事業を立ち上げるにしても事業を運営するにしても良いととても感じさせられました2つ目バンシーから完全無人の自動配達カー R1 というこの車の ニュースを見たたのでととててても紹介したいと思い越しいい思載せております。アリゾナ州の公道でテストプログラムを実施しています。これは NURO という会社でしょうか。アメリカを拠点に活動している会社です。この会社が開発した完全無人の自動配達カーです。そう、人が乗っていないのですね。この車 の中に人が乗っていなくても、まあ、安全に運転し、まあ、商品を配達してくれるということだそうですアメリカの食料品小売業者と提携していてその注文した食料品を即日配達してくれるようです最高時速は40キロとあるのでまあまあ程よいスピード なのでしょうね、車体上部には12個のカメラが設置されていて完全に自立運転を実現しているようです注文も Web やスマホアプリからできて商品を自宅まで届けてくれるとのことですここから分かることそれは商品を配達する 配達業者のドライバーたち、今もたくさんいますね。郵便局の方もいますし、黒猫山トといった会社の人たちもいますが、近い将来、人が届けに行く必要なくて、完全無人の配達カーが商品を届けに行くようになる、その世の中が数年以内に実現する可能性が高いと言えるかもしれません。 大型トラックの無人運転が日本でもニュースになっていましたけれどもそのような世界が近いという想像させるそんなニュースでしたでは次のニュースもバウンシーからです新しいテクノロジーとしてスマホやタブレットどちらにもなるような折れ曲がる ディスプレイを搭載した新しいガジェットについてです。ぐにゃぐにゃに折り曲がっても割れたりせず、画面を大きくしたりも小さくもできるという新しいテクノロジーです。ワクワクしますね。まスマホやタブレットというと、もちろんま iPad のようなものを想像しますけれども、対してもうここ数年変わり映えしないというのが、 私たち購入者からすると思うことではないでしょうかいえ全ての人が思っているかもしれません値段は高くなるしの性能としてはカメラだけといった具合でしょうか大して変わりがないように思いますねしかしこの新しいテクノロジーを中国の新鮮の企業フォローヨーレという会社が開発した 画面を折りたたむことのできる新しいスマートフォンフレックスパイというものでしょうかそのようなスマートフォンを紹介していましたそのディスプレイを閉じた状態の場合は、まあ、スマートフォンとして4.3インチのサイズとなって開くと7.8インチのタブレットになるというとても面白いものです少し その半分に折った時の分厚さが少し気になりましたけれどもこうして画面ディスプレイを曲げたりできるそれでいてダメージがないというのは興味深いテクノロジーではないでしょうか最後にまとめですこのような新しいテクノロジーについて聞くと今後もアプリケーションといった もののの制作ががでできると稼ぎ続けられれそうこれが私の感想です新しいテクノロジーが出てきてそのガジェット内で利用できるアプリサービスを考え作れる人やはりそれらの人は引き続き需要のある仕事をしていると言えるでしょう。 今も多くの人がプログラミングを学んでいますけれどもこのようなアプリを作るサービスインターネット上ガジェット上で利用できるサービスを提供できるそのような人は強いと言えるでしょう私たちはサービスを利用するという人が多いでしょうしかしサービスを提供する側 生み出す側になる、これが一番重要なことと言えるでしょう是非とも受ける側サービスを受ける側助けてもらう側ではなくて助けを悩みの解消となるものを提供できるそのような人が稼いでいけます是非自分の商品を持っていきたいそう思う今日このごでした今日のうったむニュースでしたご視聴ありがとうございました いいなと思ったらいいグッドボタンよろしくお願いします。そして登録チャンネル登録もぜひお願いいたします。